ろしくお願いします。早く終わってください。皆さんこんばんは、アローズスクリーンの審査です。こんばんは、トミーです。さあトミーさん、今回、はい、なんと、はい、特別編ということで、はい、なんで特別編というかというとですね、まあ、いつも閉店後に収録をして、そして、収録した順番に配信をしてるんですけれども、今回は導入されたばかりのバジリスクキフナ2を実践するということで、はい、ちょっとこれはすでに収録を終えているものよりも、もういち早く配信しようじゃないかということで、今回の特別ですね、特別編ということでさせていただきます。はい、さあそしてバジリスクキフナ2といえばですね、キコナカクワ店さんは以前、はい、バジリスクキフナを大量設置されてましたよね。57台設置されてましたよね、はい、で今回設置台数が26台です。26台と、はい、まあその時に比べれば台数はやや低めですけれども、はい、それでも6号機としては大量導入ですよね。はい、そして設置場所を見るともうね、キフナが全盛期の気候な加工場店さんを思い出させるところに配置されてます。同じ場所に置いてますんで、同じ場所にありますよね、はい、これは楽しみにされているお客様も多いんじゃないかと思います。そしてもう導入されてますので、早い方はもう打ったよという方いらっしゃると思いますけれども、今回設定6をですね実践させていただきますので、まあ、どんな動きをするのかそのあたりも楽しみに見ていただけたらと思います。はい、それでは今回もどうぞよろしくお願いします。お願いします。さあトミーさん、はい、バジリスクキフナ2ですね。来ました。来ましたね。はい、いやー、初打ちです。そうですね、私も、はい。で、もう設定6を仕込んであるということで、はい、そういう状況です。早速打っていきたいと思います。ます。よろしくお願いいたします。お願いします。まあ、初打ち、そして最新台ということになりますので、あ、1回転目で巻物揃いですね。で、まあ、ゲーム戦はバジリスクキフナにかなりこう近い感じですね、うん、通常ゲームからバジリスクタイムまでの流れは。なので通常時はバジリスクチャンスをまず目指して、そしてそのバジリスクチャンスからバジリスクタイム当選になるかどうかというのが基本的な流れになりますね。まあ、エンディ中も追走の時、そして挿入の時という組み合わせでバジリスクキフナに似た感じとなってますので、まあ、すっと初打ちでも打っていける台なのかなという気はいたします。はい、で、公表されているスペックを見るとバジリスクチャンス自体はそんなにこう大きな設定差ないんですけど、やはりバジリスクタイム突入率、これはかなり設定差があるようでしたので、バジリスクチャンス当選時の AT 当選率だったりとか、あとは通常時モードがね4つありまして ABCD と、でそれ自体がテーブル管理ということで、まあ、テーブルの振り分けとかモード移行なんかは設定差があるのかなという気はしてますけどね。なんか最新台で僕初めて打ってるんですけど、絆ですね、もう。そうですね、絆ですね。ちょっとやっぱベル揃いが多いなって感じですね。ベースが高いんでね。あ、そうですね、確かに、コイン持ちはいいですね。コイン持ちが良くて、まあ、順当も変わらないんであれば、かなり遊びやすくなった絆なのかもしれないですよね。お、天然のちょっと強めの演出ですね。お、うん、あ、超高確率ステージにいるんですね、今ね。はい、お、ここも高確率だ。これ当たるやろ、いけるっしょ。ああ、多分大丈夫ですね。あ、OK です。超広角中のバジリスクチャンスはバジリスクタイムのチャンスということになりますのでね、そこ早速チャンスですね。お、自動で、はい。おー、一色揃い。じゃあ源之助でいいですかね。はい、まあ、今回のバジリスクチャンスも源之助、おぼろ、天然とキャラが選べて、また源之助は何かこう設定した要素があるみたいですね、前作同様で。おぼろはモードしさの要素があって、天然は AT のまあシナリオしさというところで特徴があるみたいです。さあどうかな、源之助カットイン。音と風がすごい。
あ、やっぱり、迫力ありますね。5号機ではなかった、うん、こう体感できる演出っていうの増えてますよね、ね、6号機は。お、さあチャンスアップ出てます。当たれ、あーダメ、おー当たった、早い。さあこちらもマジリスクチャンス当選となります。ちょっとトミーさんの見よっかな。お、行くんじゃないですか、赤文字超広角で多分当ててますからね。早い、早いです、すごいですね、はい、さあこちらもマジリスクチャンスですけどね。ね、AT 突入画面もまた玄之介、天然、おぼろとあって、おぼろ天然が突入画面出てきたときは、高シナリオのチャンスという感じですね。さあこちらも後に続くかな。はい、移植ドロイですね。通常時の移植 PC はベルナビが 50% でされるという特徴があります。さあ、トミーさん玄之介で行きましたんで、じゃあ僕おぼろで行きたいと思います。またね、最初の、最後の終了画面でこう星が流れたりとか月が出てきたりとかっていう演出ありますので、その辺でこうモード示唆をしてくれるという感じですね。基本的には最終告知となります。6対6 BC 中の巻物、ここはチャンスですね。で、AT 中はそのステージと右下の第1戦目って書いてある下のメーターで一応継続率を示唆しているという感じですね。シナリオ管理ですので各セットこうシナリオに応じて継続率が異なるという感じになってます、今回のバジリスクタイム。背景は前作同様期待値が高いんじゃないですかね、ステージ的に。そこは良さそうですよね。赤いしメーターも、メーターというか右下の印も。で、あとはシナリオ管理っていうところでセットを繰り返すとここにこう色が異なってくるところでシナリオのこう、ね、予想とかできていきますよね。さあ巻物を引きました、バジリスクチャンス中どうでしょうか。あるかな、ここも玄之介が出てくれば AT 当選になります。あー残念で、ここですね最後。はい、ここで流れ星がこう流れたりとか月が出ると、まあモードの下なんですけど、これ何もなしっていうバージョンですね。というわけで私審査は AT 当選でした。トミーさんが多分超広角で当ててるんでバジリスクタイムに入ったと思うんですけど、超広角だと AT に当選しやすいんであれば超広角への移行率とかこう違うのかもしれないですよね、設定で。そのあたり通常ゲーム回しててよく超広角に上がるようならそうなのかなというふうには感じますね。よし継続、まあ赤でしたんでね、そこは、はい。で、まれに追走の時中に絆玉っていうのがたまることが今回の AT ではあるらしくて、その絆玉の獲得が総任中の絆システムにこうつながるっていう新たなこう要素が入ってますね。4対4、あ、今回黄色ですね、はい、トミーさん。悪くはなさそうですね。そうですね、うん、一番下ではなさそうな感じですね。あ、天然出てきた。お、さあ、早く当てたいよ、ホタルビ。うん、
何枚ですか今何あどこに枚数出てるんですか192枚ですね192枚だから1セットあたり100枚ちょっとそうですね、まあ、そのあたりも前作と大体同じぐらいですね、うん、そうですねなんかもやっぱり良くも悪くも前作に近い感じはやっぱありますね、はい、そうですね、うん、一新はされてるんですけどもうなんとなくそう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 あこれは強そう弱そうって分かりますよね、うん、また吉田宿でいいんですかこれ吉田塾ですね、 塾ですねはい行きますねお赤いジャクチェリーうんボタンが出てきた確定あその前の巻物で当たってましたねはいというわけで2回目のバジリスクチャンスになりますただ状態的にはこう広角以下というところで当ててますのでどうでしょうかねここも設定6ならいってほしいじゃあ次は天然いきます完全告知の天然ですまあ最終ゲームとかで告知されることが多いんだとは思いますけどなんか今回ですね告知の前にこう天然が動くことがあるらしいんですよこのサブ液晶でサブ液晶で天然が動けばバジリスクタイム濃厚という感じですねあと忘れてましたあの PC 突入時また LED をここで確認できます LED の色でバジリスクタイムの当選期待度もしさせているということですねさあラスト1ゲームうーんどこにおる外れですでここで今サブ液晶でバジリスクチャンスのスルー回数とあの有力化が始まってからのゲーム数が確認できるんですよね今134ゲームですPC 感じゃなくて有力感が始まってからのゲーム数でここが800ゲームに行くと、まあ、ゲーム数の天井ということで BC 同色 BC がやってくるということですねお恋は相変わらずたわわですね相変わらずたわわと申したかたわわって何ですかたわわに実っておりまするたわわに実ってるってどういうことですかあこういう感じですねあ、はい、そういうことなんですね、たわわって言うんですねたわわですね、初めて知りました今回もこの流れるから先に押して成立薬を察知することもできるみたいですあの赤字柄狙って結構ね1画目があるというか強チェリー1画目ジャックチェリー1画目巻物1画目みたいな感じで、うんAT 中とかだからナビが出てないときはそういう楽しみ方もできますよねでまた絆の性能上やっぱり絆システムがあるんで例えばねあの緑の広角にいるときに第一停止で巻物確定させれたら気持ちよかったりしますし、まあ、そのあたりの楽しみもちゃんとこう引き継いでるっていう感じですねおさあもう194ゲーム BC カップ回してます真ん中にですねあの一応この赤い源之助の図柄を、まあ、上段くらい狙って紫止まった時は巻物一角ですね激アツと申すか出ましたなさすがにここは絆もね激アツはかなり熱かったですからここはもう BC ほぼ間違いないんじゃないかなもうこの演出でレイアイク否定してる時点で結構強いと思います赤文字ですねおぼろのしゃっくり騒動ああしゃっくりを止めようとみんなで脅かしてるんですねはいこちらのサップですねはいというわけで3回目になります、おぼろ点々ときましたので次は源之助でいきましょうかねLED は黄色です。神様遅いの。はい。神
さあトミーさんが最初マジックタイムにつながったのがこの源之助、はい、で、まあ、どんどんこう相手を撃破していってバジリスク絆は減らしていくパターン、ね、減らしていくパターンでしたけれども今作はこう加算していくパターンですね。多分ねこの辺の数字でこう設定したとかがあるんでなんか面白い数字出てきたらいいですけどね、うん、せっかく6打ってますので帯の色は、まあ、200、400、600、800とこう撃破数で変わっていくという感じですね。あ、真ん中にこの源之助図から止まった時はジャックチェリーいやー微妙じゃないですか500人って半分しか減らしてない。うーん青文字は出たけれどもどうだやっぱり BC 当選時の内部状態結構重要なんじゃないかな。お、なんだこれ振動してるレアかな。あ、緑が止まったときは強チェリーですね。真ん中緑が止まったときは激アツ出たバジリスクチャンスにはよう当たる赤赤そっかせっかく設定6打ってるんで源之助で行った方がいいですよね。そう設定差が見れるかもしれないんでそうしましょう。さあこれで4回目のバジリスクチャンスとなりそうです。あ、チャンスアップ出てますね。これはいくでしょう。私もいけそうです。おお、ブルブルしてるブルブルしてる。いいですね。さあじゃあ行きましょう。これで僕は 1,2,3,4 回目。おお、これ絶対来た。さあどうかな4回目で自動停止で揃うんですけど転廃した時の転廃ボイスも様々ですね。多分 AT 濃厚のボイスとかもあるんだと思います。あでも LED 緑ですね、はい、そっち私も源之助でいきます。37少ないな。708さあ緑まで行きましたよ。800超えれば赤になります。あと4ゲーム。あちょっと今赤かったですね。なんか引いたかな。おっしゃ赤いきました。何も引いてない。早っ。あボタン出てきた。おお1000人撃破。残り3ゲーム。残りゲーム数が関係あるかどうかは分かりません。まあ、前作だったらね源之助で残りね、3ベルとかありましたけどね。大丈夫でしょう。これ私も入りそうです。これでも残り3ゲームで元気が出たのは分かんないですね。強チェリーも引いてましたんでさっき。さあそれでは一緒にバジリスクタイムですか。そうですね。出玉対決始まりましたね。来ましたこれ。参ります。気持ちいい。めちゃめちゃ気持ちいいし綺麗だしやっぱテンション上がりますね。テンション上がりますね。バジリスクタイム突入画面は源之助でした。はい源之助です。わすごい。あもう振動と風がこの辺が銀河と違うとこ打ってる人にしか分かりませんけどうわーかっこいい源之助進化してますね。あそうですね今こう桜が舞ったんですけれどもこの追走中はもちろんバジリスクチャンスの抽選をしながらこの絆玉って言われるものの獲得抽選が行われています。で基本的にはベルチェリーでこの絆玉の獲得抽選が行われているようなんですがこれを一つ持っておくとこの後の送輪中に絆システムが発動するということですね。で絆玉が1個で黄色緑赤の広角のいずれか2つあればいずれか2つ、3つあれば3つともっていう感じ で4つ以上になると今度は絆広角に突入するということになります。2つです。あ赤と黄色いただきました。トミーさん今回絆広角が結構強くて
はい、前作の終言モード扱いなんですよ、絆広角が。だから絆広角に上げて、そこで自力で PC 引ければ AT が終わらないっていうね、ことはあり得るということですね。さあ行きましょう。ん、これはどちらかが揃うのか。ラップセリーですね。さあ一つ絆玉がありましたが、一緒ですね。二つついた。全く一緒の展開。今回ももちろんこう、あ、こんな感じなんだ、これ見てください。うん、今まではここにね、こう3つランプがあって緑、赤、黄色みたいな感じでしたけど、今回ここにこう交互に点滅してますね。でもちろんこの思いがついているときは強ゼリーでバジリスクチャンス、濃厚弱ゼリーでもチャンスと。でレンのときは、まあ、ベルでチャンスですね。で、緑のエニシーですかね、あのときは巻物で BC 濃厚ということになります。おお、復活ですね。さあ行きます。また引いた。気持ちいい。BC 風がすごい。これはね、1セット目は先ほど申し上げた通り AT 自体がシナリオ管理で各セットごとにこう継続率が違うんですけれども、青はやばいやつですね。あ、同色ですね。来ました。なので継続率に期待が持てないだろうなっていうセットでうまくこう対応役を引いて回避できれば気持ちいいんですよね。すごいですね。 歌流れてるんじゃないですか。流れてるんで、まあストックが1個以上あるというところですね。いや、やっぱり楽曲変化はね、絆の時もそうでしたけど嬉しいですよね。あ、紫なんでこう巻き物ですね。太陽焼きじゃないですけれども、マジリスクチャンスのチャンス。緑がついてればな。さあ1セット目、マジリスクチャンスはありませんでしたが、どうかな。あ、でもさっきの巻物がまだ生きてますね、ここね。天然か。単発は嫌だ。138枚。相変わらずトミーさんが強いのか、相変わらず僕が弱いのか。お、もう強チェリー。どう、 BC があるかどうか。そうですね。あ、ないないんですね。おお、行くね。行きますね。生きてくれるかですね、あとは。煽ってますね。煽り方も前作と一緒ですね。そうですね。ダメだ。それでこうリールが巨大化したりするんでしょうね。うん。よう引くな。おお、レインボーやりました。なんかね、なんかいつも森店長おかしくない。ありがとうございますね。やっぱり楽しいです。なんかいい台になる。これはそう思いますよね。僕もそう思います。6号機がこうリゼロ出たりエウレカ出たり、まあ、北斗の天使出たり、まあ、いろいろ6号機も出てきましたけども、あ、やっぱ絆ちょっと違うっていう感じがします。ほら、あるんですよ、そういうのがちゃんと。だからもう感覚的には6号機打ってる感覚じゃないですよね、AT 中。そうですね。新しい絆ですよね、ただの。うん、さあ、あとはここでレアエコを引いてしっかり当てれるかどうか。見てる感じだと滞在ゲームはそんなに長くなさそうですが、さあ、弱チェリー。弱フラグとかね、ベル、青。おお、やっぱりね、超広角は当たりやすいんですよ。
これ可愛いですね。なんかねちょこっと当たりっていう、まあ、ジャクテリー当選です。さあそしてここは超広角中の当選なのでバジリスクタイムにも期待が持てるということになります。いやーこういう当たりはなんか新しくて新鮮で嬉しくなります。さあ相変わらずフィッシュは一色ばかりですけれども今回は期待していいと思いますよ。いや今回も期待していいと思います。2連続の PT 当選なるか。なんかその色を見ると普通のシナリオっぽいですよね。トミーさんの方はやっと600超えたか。ラスト6ゲーム、うそー強チェンを引いたよ。800いかない。389枚。その程度のシナリオだったということでしょうね。そうですね。さあ400枚弱で終わりました。どうかな。ここもやはりですね文字の色がこう白以外にも青、緑、赤、金とですねありますね。ただ何も出ず人数も722人と大した人数ではありません。昔よってハニー様遅いの。弱いですね。一当選で当然と言っていいかどうかわからないですけど、はい、結構なお店が導入される機種だと思うんですよ、うん、で結構なお店が頼むよギブナっていう気持ちで期待して導入して回転すると思うんですよ、うん、ってことは最初から下手な設定をする店はそんなにないのかなって。ある程度やっぱりこう遊びやすい設定されるお店が多いのかなっていう印象を持ちます。キフナの好景気ですからね。ってことはやっぱり導入直後って狙い目ですよね。ありがとうございます。早いですね。あたりさあこちらは強チェリーからの発展になります。当たった。強チェリーから当たりましたね。なかなか今作は通常時同色は来てくれないですね。今のところさあどうかな。2回目の強チェリーです。ここもドゲンですか。赤いぞ、サイモン。おう、おう、これはね、多分ですけど、多分ですよ、まあ、222なんで、2以上の示唆とかだと思うんですよね。で、やっぱりこういう数字が出たときって、今赤文字になってますけど、結構強めの煽りがきますね。ってことは設定した気づきやすいかもしれないです。今作これが設定したかどうかは分かりませんけど多分2以上だと思います。まあ、これまでのこうねスロットの演出の流れからいくと。あらあら強チェリーで当たってましたね。バジリスクタイム当選です。はい、もちろん BC は残りゲーム数続きます。天然が見たい。健之介。今回はちょっと僅差の戦いになりそうなイメージですね。いい勝負ですね。今のところ分からない。あ、いきなりおぼろチャンス来ました。これがおぼろチャンスですね。で、おぼろチャンスは追走の時突入時に発生する可能性があるんですけれども、まあ基本的には10ゲーム継続の絆玉獲得のチャンスゾーンなんですけど。このおぼろチャンス中に BC に当選するとまたおぼろチャンスから始まるんですね。なので BC を当て続ければこのおぼろチャンスをループさせれる、結果的に絆玉をたくさん獲得できるということで結構面白いステージですね。
ちなみにこのおぼろちゃん府中の絆玉の獲得確率がおよそ 4.5 分の1となってますので、まあ、平均でも2つ3つは取れるのかなと思います。うん、取れない、来ない、全然来ない。4つ以上食べて、あの絆モードが見たいんだけれど、ちょっと厳しいな。残り3ゲーム。はあ、ポンポン溜まる感じではないですね。おぼろチャンスに入った時点で多分1個もらえるんでしょうね。その1個だけ、1個だけというわけでおぼろチャンス中になります。まあ、こんな感じで AT 中の BC の後とか AT 初当たりの時とか、あるいはこうセット継続の時とか、とにかく追走突入時にこのおぼろチャンスの可能性があるということですね。そして1セット目、さあ何色がつきますか。ここは黄色、おも、あ、レンですね。参りましょう。そして1セット目、黄色ですね。背景は夕方、まあまあ良くもなく悪くもなくという感じですかね、ステージ的には。さあ高確率ではありましたけれども、バジリスクチャンスは見られず1セット目。ここもちょっと微妙かな。129枚、いやー下手くそだな。終了ですか。終了ですね。はあ、ね、終わって1ゲーム目で共通ベルです。タイミング当たりましたね。来ました。おーおーおなかなか超えれないですね。超えれないですね。当職全然来ないですよね。来ないですね。私まで1回ですね。赤、あ、赤文字ですね。伊賀氏を倒せ。ここは巻物からのポテトになりそう。若いぞ。はい、よし当たりです。早い。20ゲームです。 BC 間ほんとんど100ゲーム超えません。あ、おぼろ背景。さあ、まあ、シナリオ感ってなってますので、高シナリオのチャンスですね。おぼろ背景やっと来ましたね。源之助以外がバジリスクタイムが4回目で、6を打ってますけど、特に赤頭が多いとか青頭が多いという印象もないですね。どっちも同じくらい来てますね。頼むよ。青、おー、少ないな。さあラスト2ゲーム、相変わらず必死中が僕の台は非常に弱いですけど、あ、青文字は出ましたね。青文字くらいじゃ弱いか。はい、おー、巻物があったんで、巻物で当選していたのかどうかは分かりません。これで僕は4回目になります。バジリスクタイム当選が源之助。さあ残り26分、よし完走して終わろう。完走して終わります。よし、いけるよ。そこを超えないと、はい、ありがとうございます。え、継続ですか。おそらく。大
丈夫でしょう。よし、おお、超えた。これは高シナリオの予想ですから、はい、いよいよこの辺りから2セット目ぐらいから急に変わるんじゃないですか、新澤さんの言うように赤とか出てくればいいですね、いけるぞ。さあ5対5ってことは本格に作るかな、前作同様なら進める。あ、来た、うん、まあやっぱり今回も数奇数の時はあのいずれかの合格率がついてる感じですね。さあ、重いとレーンで共通ベル引いてます。早速 BC 当選のチャンス。さあ発展あるかどうか、まあ、ここもね黄色なんで大して合格率に期待が持てるというセットじゃありません。当たれ、ノー、当たった。すごい、なかなかタイミングよく対応薬引けてなかったですけれども、黄色いレンの文字が出てるところでの共通ベルからの PC 当選でした。あ、ね、あ、やっぱなかなか赤は出てこなかったですよね今日ね。この辺りからやっぱり急に流れ変わるかもしれない、見れるかもしれません、一撃千倍、あるいはエンディングが継続率ですけど、シナリオ仮の継続率ですけど、セット数の上乗せの概念はありますので、もちろん AT 中に引いた BC 中とかですね、あるいは特化ゾーンでセット数を乗せていくということはあります。さあ1セット目クリアになります。1セット目よし、あーいいですね、やっぱそういうの欲しいです、今日なかったですもんね。ありがとうございます。さあ僕は今日一度も超えていない2セット目、キーン、微妙だな、つかない。結構2人で結構 AT 入れてますけど、この形多いですね、黄色黄色っていう、さっき引いた、さっき引いたから、今日のトミーさんならまた引きそうですよ、そこで。そうですね、はい、これ難しくないですか、継続させるの。あ、嘘でしょ。あ、わあ、3セット、おもろですよ、3セット、当たりやすくて伸びにくいのかな、6、5、6じゃない、6は。なんかそう思っちゃいますよね。おぼろで3セットきついな。おぉ、おぼろカットイン。はい、4セット連続バジルスケチャンスになります。あ、つまろう。